これはもう美味しいな。おお、これで完成。はい、オッケー。はい、はい、おお、ごぼうバーグ完成。うまそう。お待たせしました。はい、わーすごい。あら、あ、なんか乗ってる。乗ってますね。こちらはあの素揚げしたごぼうですね。はで、下が先ほどのハンバーグです。はい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 、すごい、超うまそう。美味しそう。うん。おお。じゃあいただきたいと思います。果たして。どうです。これ革命だ。ごぼうが入ってるのか全然わからない。あ、でもこのなんかシャキシャキ感は多分これごぼうですよね。そうですね。ね、はい、うん。あ、うまいうまい。美味しい。左利きなんですね。うん。うん、美味しい。もうこれって、はい、もう一個、はい、その。例えばこの素揚げの部分を2個とかにして、はい、例えばごぼうのその太い部分の幹の部分の半分にカットしたものとかをあの圧力で煮込んで柔らかくして、それってこれに乗せたりとかってできます？どうでしょうね、味付けはどんな、うん、薄味な感じでカレーに浸して素揚げしたごぼうもすごく美味しくて、ですごい噛み応えあるじゃないですか、うん、プラスなんかこうなんだろう、人参みたく、はい、存在があって、うん、それしかも柔らかいっていう食感がもう一個あったら、多分ごぼう尽くしみたいな。ああ、それちょっと面白そうです ねとか、まあ、ね、どれから食べてもごぼう、うん、で、はいはい、でやっぱ苦手な、ちょっとごぼうが苦手かなと思ったらハンバーグから食べてって。あ、なるほどね。ちょっと自分の中でそのごぼうのなんていうか体勢をつけてですね。まあ味の方は今のその方向でいくとして、はい、でいざこう商品としてこうお店に出した時にやっぱごぼうの歌と、はい、まあ、元々こうコラボっていう絡めていきたいっていうのがあるんで、これをだから食べた人はごぼうの CD もついてくるとか、ごぼうの CD ついてくる。そもそもだからごぼうの CD を